知恵の広場がボランティア活動をまとめました映像をご覧いただきました。それでは今回の座談会の出演者の方に被害者の追悼と復興に向けてのメッセージをいただいてまいりたいと思います。まずは阪神・淡路大震災の被災地でボランティア活動に関わられ、その後も各地の被災地また海外の災害支援に携わっている被災地 NGO 共同センターの村井正清様からメッセージをいただきたいと思います。僭越ながら被災地神戸からのメッセージを読ませていただきます。阪神・淡路大震災から16年を迎え、こうして関東に住まわれている皆さんと、また今日この集いに参加されている全国各地の方々と、こうして明かりを灯し追悼のセレモニーに共に出席できたことを心から感謝したいと思います。また阪神・淡路大震災の被災地の一人として中心よりお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。先ほどまでの集いで希望、絆、お互い様についてこの16年間を振り返り、議論をし、確認し、共有し合ったわけですが、昨今においても国内外の災害が相次いでいます。国際社会に目をやるとアフガニスタンをはじめ紛争災害も絶えません。またその一方で私たちの日常に目を向けますと、孤独とか無縁死とか象徴されるようにひたひたと厳しい社会が押し寄せています。私はこうした日常の現象を社会的災害と言っています。でもこの集いで希望という言葉が紡ぎ出されたと思います。この目の前の明かりはかけがえのない命の象徴だと思っています。お一人お一人6434名以上の方々が亡くなられたこの命の表現としての明かり、そしてこの16年間皆様といろんな被災地でお出会いし、そしてこの命との出会いの中で紡ぎ出した関係という明かりだと思っています。この明かりをそれぞれの一人一人私たちの胸に大切に灯しながら、また新たな一歩を踏み出していきたいというふうに思います。ありがとうございました。村井さん、ありがとうございました。もう一人からメッセージをいただきまして、皆さんで黙祷したいと思います。日本のボランティア活動の発展と研究に関わってこられました神奈川県立保健福祉大学学長の山崎美希子さんからメッセージをいただきます。阪神の時に命を落とされた6434人以上の方、今からちょうど16年前、私たちはこのことを決して忘れてはならない、忘れません。6434人以上の方がこの世から命を落としてしまう、この貴重な体験を私たちは大切に大切にしていることを誓いました。お一人お一人がどのような亡くなり方をされたのか、そこに私どもが明かりの集いをするときに周りに大勢の方が集まっておいでになります。私たちの家族がねとか、私のお兄さんがねとか、東京にいるけれども私たちは忘れたことがないのというふうに、その集いに集まってこられたご遺族の方々もおっしゃいます。村井さんの事務所に行くと真ん中に大きな観音様が置かれていて、そこにみんながお祈りをされます。あるいは三倉北公園のところに行くと、お一人お一人の名前が刻まれている慰霊碑があって、そこにお花が絶えることがありません。いつか時代とともに、もしかするとその方たちの死が風化してしまうかもしれません。
ったその時の体験を共にしなかった若い世代があります。しかし災害の向こう側に見えるものは人災に近いものがあります。私の小さな経験でも神戸の兵庫区というところに子どもとお母さんの施設がありました。老朽化したその児童福祉施設は完全に崩壊していました。その建物の下敷きになって子どもの目の前で亡くなっていくお母さん、お母さんの目の前で亡くなってしまった子ども、助けようとしてそこで一緒に死んでしまった職員の方々、その悲惨な地獄のような事態の中から来て今見てと言われてその現地に飛んでいきました。おそらく現場の中で形の上ではもう復興を遂げたというふうに言ってらっしゃるハード面はあるかもしれません。しかしもう復興はないんだ、私たちの心はずっと亡くなったその人と共にあるのというふうにおっしゃる方もあります。それから一人ぼっちになってしまった方もあります。復興住宅に行ってみるとあのフェンシングのように高いお部屋の中でドアを開けることなくお一人でじーっと閉じこもってしまわれてそこで孤独死をしてしまった方もいらっしゃいます。誰も訪れることがなく1ヶ月2ヶ月と白骨死体のままに亡くなってしまった方があります。その原点が今日本の社会の中に象徴的に起こっています。絆を私たちは失いつつあります。災害は忘れた頃にやってくる、備えがあれば憂いなしということもあるかもしれませんが、私たちはこの地球上にいろいろなところで戦争による紛争や民族間の紛争やというような人的な災害、それから自然災害、いろんなことで命を粗末にしていませんか。この21世紀は少なくともそうした暴力や自然災害を少しでも変えていって、そして人と人の絆が深まって、そして生きることに希望をつなぐことができる、そういう社会を私たちが自らの手で構築していくことを次の世代に送っていく責任があると思っています。今ここに一つ一つの命が宿っているとするならば、その命を落とした方々はその命を自らをそこに私たちに突き刺すように提供して、そのことの誓いを求めているのだと思います。平和であること、一人一人が大切にされること、そして誰も排除されないという社会を作ること、そしてそれをみんなで絆の中で支え合っていくこと、そうした共に生きる支え合いというものをもとにする、小さな命の一人一人の違いを大切にする、かけがえのない人格を持つ一人として私たちが生きる権利を持っています。この権利をみんなで守り合って、そして共に次の世紀に次の世代を送ることができる、そういう社会に希望を託したいと思います。この祈りを共に捧げたいと思います。もしよろしければ1分間の黙祷をお願いしたいと思います。祈り合うことによって私たちは心に一つにすることができるのではないでしょうか。祈ります。